あの、今メタルゾーンっすね。多分前回と同じような感じだったかな。ちょっとどうしよう、もうちょっと弾くか。高めの音で。高めの音弾いてみるよ。まあ、ちょっとこんな感じでこうコード、はい、コード弾きっていうかちょっと リフものコードリフものと、はい、うん、単音弾きでパーってちょっとソロっぽいの弾いてみたりとか。メタルゾーンはね、あの前回やった感じと、うん、同じようなニュアンスではあるんだけど、やっぱ単音弾きになるとこう良くも悪くメタルゾーンっぽさあるよね、うん、ちょっと、うん、鼻つまみ系サウンドというか。そうだね、まあ、あとはレスポールっていうのもあるんじゃん。そうだね、うん、ちょっと EMG だっけ。そう、 EMG の乗ってるレスポールなんで、だ余計ぽさは出るよね。うんうんうん、確かに確かに。前回のね、セミアゴと違って、うん、違ってかなりキャラクターはね、うん、EMG 寄りだから。そうそうそう、あとさ、うん、あの中盤でさ一回止めたじゃん、うん、でハイポジ聞くって言ってたじゃん、うん、俺見てたけど最後は、うん、ハイポジじゃなかった。戻って。ごめん。でね、前回よりちょっと原因は高め。うん、高いと思う。うん、あの、前は、何、12時フラットくらいでやってたんだけど、ちょっと原因高めのやつやってなかったなと思って。はいはいはい。まあ、かなり、あの、本当はね、こういう細かい、あの、細かいの弾くならもうちょっと原因下げた方が良かったかもしれないんだけど、まあ、全体の迫力は増したかなっていう感じはあって。で、あの今回のこのマイクのセッティングでちょっとメタルゾーンね、前回やったメタルゾーンをちょっと耳鳴らししてもらって、どこまでじゃあこれ違いが行き着くかなっていうところでした。レスポールの方がいいと思う。あ、そう、うん、やっぱ EMG に乗ってるレスポールと合わせた方が、なんか一番本領発揮してるなって。ああ、だからちょっとメタル系は EMG だけでいくか。ちょっとそうね、フルボアメタルとなんだっけ、ウルトラメタルに関してはちょっとレスポールだけでいってみようかな。オッケー。じゃあ、まあちょっと今マーシャルしか弾いてないけど、まああのジャズコも同じような音だから。メタルゾーン。まあ感想としては、前回の動画をご覧ください。ご覧くださいということでね。はい、はい、じゃあちょっと次行ってみましょうか。じゃあもう一回音で。もうこの1音目が。
いや、ほんとちょっと間ができちゃったね。いや、もうほんもうさ、今なんかちょっと弾いてみたけどさ、はい、しばらく弾いたんだけど、1音目出した瞬間に、ああ、あーって感じだった。でもセッティングはまあ一緒じゃん。そう、メタルゾーンとね、全く同じセッティングにして、はい、そうで、同じマーシャルで今出してみて、うん、で、ちょっとこのマイクでどこまで伝わるかは分かんないんだけど、俺の1音目の感想、うっす、そう、あのね、厚みがない、うん、そう、重厚で、なんかジュワーっとしたね、メタルのハイゲインアンプのチューブ感というかね、音圧というか、うん、あー、ほんとなんか表面だけペラッといったよね。そうだね、うん、うん、で、ちょっとこうリードフレーズとか弾いてみて思ったのは、こう単音フレーズ弾いてみて思ったのは、こう、良くも悪くもこうメタルゾーンの鼻つまみ感がない。うん、うん、まあ、人によっては聞き触りのいい音になってるって見方もできるけど、でもそこがこうメタルゾーンの音抜けの秘密というかさ、うん、良さだったりするんだ、たんだろうなみたいな、うん、今ちょっとそういう気持ちですわ。なんかね、なんか、うん、まあ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 、ごめん、なんか期待持ちすぎた。ちょっとごめん。いや、そんな感じ。いや、俺もなんか期待すぎ、俺もちょっとなんだろう、うん、あの、え、一緒じゃんって言いたかった。そうそうそう、なんだよ、まあ、やっぱ回路移植したら音一緒じゃんみたいな。いや、これはこんなコピー品ばっか出ちゃったらもう市場壊れますよ、ダメっす、メタルゾーン売れなくなりますよ、言いたかった。やっぱ違うね、全然違うね。うん、いやー、マジか、うん、まあこれ単体の音が嫌いではないけど、でもバンドでちょっと使えなさそうだな。なんか薄いので、こう音抜けというかね、音圧みたいなの求めるならね、だってメタルゾーン中古で同じくらい値段で今買えるんだぜ。そうなんだよね。ね、セッティングが悪いのかな。セッティングなのかな。じゃあちょっとこれで音抜けのいいセッティング探してみる。俺ね、個人的に、うん、まあ、あんまりメタル寄りの人じゃないんで、はい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 、歪みを落とした方が好きだ。あー、なるほど、歪みを、うん、なるほどね、俺はね、うん、これはクランチよ。これはな、普通のフレーズだよね。割と、あのね、ミドルはけあのそんなに上げすぎないのやっぱいいわ。ああ、そうだね。
だから基本ちょっとドンシャリどう作っていくかでちょっと考えて、はい、よりもはいはちょっとまあ1、2時で、うん、ローはまあ3時でして、うんうん、結構上げ目でね、でちょっと重厚感を出さないと、そう出さないとね、そうペラってなるから、ね、これが例えばハイと一緒でセンターでローもセンターにすると結構、うんうん、ペラるペラるね、からペラるね、結構ローは、うん、3時ぐらいで上げ目の方がなんかそうね、これぐらいかなと思った。確かに、わかりました。ちょっとジャズコでもやってくよこれ。さあメソ写真撮っとかないとね、これね。え、レベル一緒だよ、さっきと一緒なんだけど、なんでこんな、やばいねこれね、こんな、いや、え、だってメタルゾーンの時そんなんじゃなかったよね。いやもう全く一緒。そうだね。え、ちょっとさ、ごめん、一回メタルゾーンやっていい？あ、いいよ。そう、ちょっと今やっぱ感動する。で、うん、ちょっとレベル上げます。そうだね、レベルは低い気がするけど、うん、EQ はいいね、このままで。メタルゾーンの方がマーシャルより音よく聞こえた気がするけど。わかる。あのね、うん、うん、ジャズコの方がいい。なんかそのさっきマーシャルで感じたメタルゾーンの鼻つまみ感がそうちょっと解消されてるよね。うん、全く同じセッティングだから今。ジャズレベル上げただけだね。レベル上げただけ。やっぱね、うん、ジャズコの方がいいわ。メタルゾーンジャズコの方がいい説ここに来て。で、うん、ギターはの、あの、ピックアップは EMG。ああ、EMG でね、うん。ちょっとメタル用ギターで。で、ジャズコ、うん、メタルゾーン。メタルゾーン。が、なんか今まで聴いた中で一番いい。一番ハマってるね。うん、ああ、ちょっと感動。からの、ウルトラメタル。メタルゾーンと同じ設定。うん、ま、全く同じ設定、全く一緒。いやいやいや、もう音量も音圧も、うん、全てが弱いし、うん、メタルゾーンっぽいかって言われるとメタルゾーンっぽくはない。っぽくはないね、うん、メタルゾーンには勝てないね。うん、なんかうん、なんかね、いやまあしょうがないね。これはもうね、コピーモデル、本当に劣化コピー、介護感っていう言い方しか今回はできないね。なんか気持ちいい
ところを探すのがきつい、これは。うん、そうだね。メタルゾーンね、結構ドンシャリにしていこうくらいのノリで考えれば大体気持ちいいけど、そうそうそう、これどこがいいポイントなのか分かんないね。うん、なんか本当、うん、うん、いや、なんだろう、やっぱ音の芯というか核みたいなものが結構なくなっちゃってるから、バンドで合わせた時にかなりきついと思う。なんかペラッというかシャーみたいな部分しかバンド内では残んなくて、ね、お前音聞こえないぞってなりそう、うん。メタルゾーンは結構そこら辺が EQ の調整とかで割と抜ける音にしていこうとかやりやすいと思う、リターン雑誌なら。はい、ちょっとウルトラメタルはちょっとメタルゾーンの圧勝ということでよろしいでしょうか。はい、残念ですが。いや、残念です、残念です。第1試合ちょっとね、ウルトラメタル敗退。いや、俺結構何鳴り物入りで入ってきたさ。これが1000円とか出てんならいいよ、まだ500円とかね、500円とか1000円で出てんならまだいいよ。介護館で買うなら、あー3000円高いね、これ3000円が高いから、500円とか1000円で済まそうならまだいいんだけど、これね結構個体としてはレアなのよ、うん、もうベリンガーでそんなもう出てないやつだから、中古でめったに出回らない、そんなたくさん大量に出てないの。だから結構その正規の値段に近い3000円台で出るんだけど、こいつ値段3分の1くらいになってるからさ、うん、そうなった時にもう個体としての価値は間違いなくメタルゾーンの方が上で、うん、ちょっとかなわなかったね。よくいるじゃん、何主人公とかさ、ちょっとライバルキャラのめっちゃ強いやつはするじゃん。で、なんか終盤でさ、いや、お前と全く同じ能力持ったやつコピーしたからっつってさ、敵の軍勢がこれ出してくるわけ。でも、いや、所詮コピーはコピーね、劣化コピーにしか過ぎないのさ、バーンみたいな。そうだね、ノリめっちゃ出たよね。なんか、うん、漫画を見てるかのような見事な展開。そうだね、うん、主人公の力をコピーした、そう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 、そうコピーしたやつがでも大量に出回るわけよ、安いコストで出て、うん、でお前なんか酔い潰してやっからな、お前と同じ能力持ってんだからな、うわーっつったら、やっぱ芯の部分がね違うから、そう、やっぱ信念なき者にこうね道が切り開けみたいなノリでちょっと敗退してしまった雑魚兵士だったっていうことでよろしいでしょうか、今回は。まあ、うん、リターン雑誌に関して言うならば、うん、こう比較したらメタルゾーンの分配が、そうですね、はい、残念でした。ちょっと今回はちょっと残念な結果になってしまいましたが、なんか逆になんかもっといい使い方を探りたい。そうだね、ちょっと今後ねやれたらいいね。じゃあちょっと第2回戦も同じようなメタル系エフェクターでやっていきたいなと思います。はい、はい、どうなるんでしょうか、果たしてね。はい、チラチラ映ってますけど、これちょっと強いんじゃないですか。ちょっと次回予告でチラッと、あ、チラッチラッ、次回予告として、見えた、見えちゃう、あばさあ次回はこいつです。さあどうなるんでしょうか、こいつね。いや、もう日本対アメリカだから、日本対アメリカちょっとやってやりましょうよ、よろしくお願いします。ではまた次回、さよなら。はい。